はい、どうも、リハビリアタッキーです。今日も動画配信を始めさせていただきますので、よろしくお願いします。今回の動画は、呼吸トラブルコロナ編2024版ということで、そのガイダンスとして、呼吸トラブルとコロナを振り返るというテーマでですね、呼吸トラブルと新型コロナウイルス感染症の今の現状と、その解決手段となり得る呼吸リハビリテーションと呼ばれるもの概念についてですね、リハビリとケアマネの視点から分かりやすく解説をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はじめに呼吸トラブルとは何かということなんですが、これは呼吸困難ですとか、息切れですとか、それからこれに関連した呼吸器疾患というものに、まあ、障害を有するもの。まあ、実際に症状としては、例えば鼻詰まりですとか、まあ、咳ですとか、痰、それからだるさ、倦怠感というものが挙げられます。で、こういう症状に悩んでいる方って実は大変多くて、新型コロナウイルス感染症が流行る前から現れてました。具体的にはこちらのデータには2019年令和元年版の国民生活基礎調査というものがあるんですが、この中でも男性の第3位が鼻詰まり、4位が咳と痰、それ女性の4位がだるさ、倦怠感ということになっております。で、まあ、この理由、いろいろ挙げられてはいるんですが、例えば、薬の副作用ですとか、それから脳の障害ですとか、それから大気汚染です。気候の変化なんていうことが、まあ、一つの一例として挙げられています。で、もともとこういうものがあったんですが、新型コロナウイルス感染症、流行したのが2020年からになるんですが、これがですね、追い打ちをかけたような形になってます。で、今のコロナの状況はどうなってるかというと、この今の現時点では、ほぼすべてが変異株の中のオミクロン株の、まあ、亜系統、いろいろ今、アルファベットですとか数字で言われたりしているのが、こういったものに置き換わっているというふうに考えられています。で、この影響ですね、今でもまだまだ継続中です。例えば、まあ、このコロナになってしまったことで、例えば持病が悪化してしまったり、それから運動不足になってしまったり、慢性的な痛みが現れるということもあります。長引く疲れがあったり、ストレスがこう過剰にかかってしまって、まあ、社会全体の自殺リスクが今高まっているということも今懸念されています。で、2023年の5月に5類感染症に移行はしましたが、まだこの新型コロナウイルス感染症は引き続きリスクの高い健康課題であるということが言えます。で、今後も一定の流行がこう波を伴って続くということが予想されていますし、新たな変異株の出現ということも予想されています。後遺症の影響というのも今懸念されていますので、やはり長期的な対応ということが必要になってくるかと思います。まあ、このためですね、呼吸トラブルですとか、この新型コロナウイルス感染症のやっぱり現状を正しく知る、理解するということが大事ですし、そのために予防的な体調管理ですとか、やっぱり早期からの対応ということで、この自己管理能力、セルフマネジメントを高めるということが今後重要な課題というふうになってくるかと思いますので、ぜひこのあたりを参考にしていただけると幸いです。で、この問題への解決法として、リハビリというと今まで機能訓練、体の訓練というイメージがあったんですが、今は自立した生活を支えるものというふうにこの捉え直す動きの方があります。で、これによってこの呼吸トラブルですとかコロナ後遺症というのは十分リハビリの対象になります。で、こういった形で呼吸器の疾患ですが障害を持つ人に対してですね、可能な限りの機能回復ですとか維持を図っていって自立できるように継続的に支援していくリハビリのことを呼吸リハビリテーションというふうに呼びます。で、この呼吸リハビリテーションが今後未来に向けた鍵になる可能性があります。で、加えて各種医療、介護サービスの連携ですとか、連絡調整ですとか、日常生活を営む必要な援助を行うですね、専門的な知識を有するケアマネージャーとしての視点もですね、こう交えながら、より分かりやすく楽しみながら学べる動画の配信を通じてですね、皆様の健康、生活、人生のお手伝いをさせていただきたいというふうに考えております。じゃあ具体的にどういうことをしていくかということをスライドの方に上げさせていただきました。まずは呼吸の概要ですとか、それからトラブルが何で生じるのかって、その仕組みですとか、それから呼吸器疾患、代表的なもの、例えば肺炎ですとか、COPD と呼ばれるものがありますので、こういったものがどういうものがあるのかというのをまずは解説をさせていただきます。
それからこの呼吸リハビリテーションを通じてどういうアプローチをして、どういうことを行っていくといいのか、まあ、例えば姿勢の調整ですとか呼吸法ですとか、それからまあ、あと運動の習慣の作り方、エクササイズの具体的な取り組み、それから生活習慣、ADL といった生活動作、から QOL というところまで含めてですね、幅広く解説をさせていただきたいというふうに考えております。それから何よりも今のコロナの状況ですとか、課題ですとか、対策というのはどういうふうになっているか、やはりこれもどんどん今変わってきてますので、このあたりをテーマにですね、配信をさせていただきたいというふうに考えております。で、詳しくは各動画のサムネイル、いわゆる表紙の部分であったり、それから各動画の説明欄の方をご覧になっていただけると幸いです。で、この説明欄の方には動画作成の参考させていただきました。例えば書籍ですとか文献ですとかサイトの一覧も載せておりますので、一緒に合わせて参考にしていただけると幸いです。で、前回は2022年に実は配信の方を行わせていただいたんですが、それの時に比べてより最新の知見ですとかデータをですね、反映したものに全ての動画をリニューアルさせていただきました。で、構成を全部で13回、今回のこのガイダンスと本編動画は12回ということで、皆様に情報を発信させていただきたいと思います。本編動画は土曜日の21時から YouTube チャンネルで、そのダイジェスト版はですね、火曜日と木曜日の夜に TikTok と YouTube ショートで、それから補足解説と、まあ、質問の受付をですね、日曜日の午後2時に TikTok ライブの方で行っておりますので、ぜひ正しく深く理解する場ですとか、実際に行いながら役に立つものというふうにご視聴いただけると幸いです。で、今回の配信ここまでというふうにさせていただきますので、よろしかったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。ではまた。